どうもピアキングです。今日はこのコースやってきます。ビブビープテスト、生きる大きなテストっていうことですかね。で、気になることが一つ、あのサムネ誰、何かをイメージしてるかもしんないけど、こっちを見るな。タマのサムネでこんな絶叫するやついねえだろ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.54%。 そして悠々しき事態が発生しました。いつも言ってるんですけど、トロールコースと一発マリオのネタがもうつきそうです。これ取っちゃった。開幕決まじゃ。だからマジで早くスーパーマリオメーカー3出てくんねえかなと思うんだけど、じゃあここは取ってすぐ左で逃げます。で、上にいたら何か来る。クリア率がめちゃめちゃ低かったもんな。だから相当難しいと思うよ。初見殺しバリバリみたいな、まあそういうの僕めちゃめちゃ求めてますけどね。ここは下に行っていいのかい。この鍵は邪魔するな。そういやね、今みたいにやられるのを求めてるって言ったら、コメントでやっぱピオキングさんド M ですってめっちゃ言われんのよ。いや違うんだからな、取れ高のためだからな。この上のハテナはなんだ。バカか俺は。いや今のは違うんだって。ハテナを見つけたらさ、叩かなくちゃって思うじゃん。反射条件みたいな感じですよ。じゃあこの鍵を取りの上のドアに入っていく。何やったの君は。なぜいつもそうなんだ。急に現れて僕を奈落の底へ落とそうとする。そんなことやって楽しいかい。僕はね楽しいよ。じゃあここはツタに、ツタに登れねえじゃねえか、この生ガビ。開始早々そんなに騒いでいたら持たないぞピオキング。もうちょっとゆっくりと落ち着いてやっていこうじゃないか。ここはどうすればいいんだ。あもうね、毎回一緒、あーとか、はなーとか、生ゴミとかさ、全然成長してない。誰か僕に絶叫地点送れ。一つ言い訳させてもらおう。毎回同じゲームをやってるからね、いつも同じような言葉が出てくるのは仕方のないことなんですよ。僕だってね、違うゲームをやればレパートリーの100や200ぐらいっていうか、お前続きはしないか。ならばここは一旦メット落としておく。そしてこっち側に行けばいいんだ。メットこっちまで来んのかい。お前はもう必要ないんだよ。いや、持っていくことが正解かもしんないな。足場がないよ。これ叩いてみようか。そうすると足場が出てくるみたいな。魚。いや、この魚は見事引っかかってしまったね。じゃあ叩いても意味ないんでしょ。じゃあ一旦投げておこうか。あ、走っていけば大丈夫みたいな感じかな。なんか途中穴があったけど、とりあえず走っていってみます。あ、これで、あ、どこにジャンプをすればいいか全くもってわからんぜ。ならこのメットと一緒に走っていけばいいだけさ。この辺でジャンプか。で、石親父がいて、キノコ様がいるって書いてる。キノコ様なんてどこにあるの。これ戻れるかな。戻れるっぽいね。でもどこに足はないか全然わかんない。これは大丈夫。あの仕掛けの場所まで行きたい。よし。で、これを叩けばどっかにキノコが出てくるみたいな。足場ないのずるいんだ。この四角の枠の下に足場があるっていうのは分かった。だから一旦叩いて魚を避けておこう。で、キノコが出るか確認だ。キノコ様。もう分かっちまったもんね。ここまで足場があるとかないよ。いい加減にしてもらえませんか。足場がないところでうろうろしろって言われてもね、僕には全くもって分かんないのよ。で、こっから走っていけば大丈夫。そうだろ。忘れてた。全然進まん。グダグダすぎやろ今日。大丈夫かな。じゃあここはダッシュして抜けていい。ここだ問題は。バネ持てるとか。バネは持てない。うわ、右下と右上どっち行く。僕は下を行くな。こっちが正解だろ。てやてや。このバネ踏んで右上に行っていいのかい。上に行けるような気しないけど、あの針がすごく怖いんですよ。じゃあバネに乗った瞬間右ジャンプだ。バネろよ。なんかね、バネに乗ってジャンプしても全然ビヨーンってならなかったんだよね。だからこっから走っていくので間違いないと思うよ。ただ風の抵抗がどこまであるかだよな。こっからジャンプしようか。こっから走ってジャンプ。よし。さあ、中間はないのかな。びっくりしたよ。村バカ溜まっちゃった。さあ、これで中間ポイント取れるんでねえの。いや、僕はまだ羽があるもんな。ここでお前隠しブロックがあって消えるとか。よし。嬉しすぎる。ナイス羽だね。さあ、ここでチビになります。で、あのメットをね、キャップオンしなくちゃいけないと思いますよ。いや、ここでジャンプしてここで待っておこうか。それが正解みたいだ。
意味わからんって。意味わからんわけないだろ。どこかでキノコが取れるはずなんで、この辺か、この辺で待っておこうか。そうするとキノコがナイスキャッチング。そしてこのメッテは被るのかい、それとも持っていくのかい。僕は持っていくよ。いや、このハテナ叩いてみようか。叩いてこっち戻ってくるんじゃない。そして、戻ってこない。ダブルパックじゃん。これ下と上どっち行くかだよな。下にプラパが出てきたってことは下が怪しい。腹立つ。まあでもさ、今ダックって書いてたじゃん。だからしゃがめってことだとは思いますよ。だからここからしゃがんでいけば大丈夫なんだ。そういうことなんじゃないか。まあしゃがまなくてもいいような気がするんだけど。オッケーオッケー、先に進めた。この花ちゃんは、うわ、どうしようか。これ下に行くのが正解。また落とされるっていう可能性もあるもんな。でも開けてくれたってことはこっちが正解なんだろう。移動ばかりするのも大概正解。もう私決めました。下系には絶対に行かない。何があっても上に行き続ける。このクッパクラー乗れないでしょ。あ、乗れるのか。で、ここ下行ったらダメだもんな。今度は上行くよ絶対に。うし、上に上がれて。クッパクラー上に上がってくれ。僕はずっと上も倒してるんだけど、上に上がれてよ。おかしいよクッパクラー。このコースめちゃめちゃ古いんだけど、面白いじゃないか。じゃあこっからジャンプして雲のところに行けっちゅう感じだね。そしてどうするかだいな。ちくわブロック乗りの土管に入りますみたいな。いやー、やっと進めた。ここマジで難しいね、このコース。落ち着け。完全に制作者の受注にはまってるぞ。落ち着けば簡単にクリアできるぜ。なんだあのバッキンは。そんなのいけるわけないですよね。またお前か。ポンプの方に当てをこっか。そうすればキノコが取れるんでちゅね。さあ上に行こう。でここ、上に行くの失敗しちゃった。バネが邪魔だったんだよね。これどうにかして抜けれないから、アンチがね、ここにあるんだよね。ね、アンチ。誰か僕殴っていいよ。今度こそ落ち着いて右側に進むんだ。バネに当たらないようにしよう。そしてこのオンオフブロークしているかい。しない方が正解っていうこともあるもんな。だから僕は何もしないで乗ってみる。いや、これしなくちゃいけないポーズ。はい、お前どうすりゃいいのよ。オンオフして待っておけってか。そうすると、あ、こいつが下がった時に上に行けっちゅうことか。そしてこのドアに入っていけばいい。そういうことだ。あんなドクロリフトなんか引っかからないよ。うわっ、危ない。いや、君も危ないよ。情けない声が出ちまったぜ。君も危ないよとか。なんなん、さかな、今何をしたんだい。君は寝てるのかい。まあ中間ポイント取った瞬間だしね。いたして降りてみようか。まあまあ全然いいよ。ニコニコするのはこっちの方なんだよ。そういや、こんなところでごめんなんだけど、宣伝をさせてほしい。僕がもし明日ライブの告知をしてたらぜひ来てほしいです。最近さ、重大発表があるって言ってたじゃん。そのことですね。さあここは靴を、よよよよよよよ、チャイカみたいな色の靴だね。ぶっちゃけ気づいてる人はもう気づいてる、その内容を。じゃあこの辺で靴を踏めばいいのかな。そうして、靴がなくなりましたけど、これ上行ける？あ、行けるね。で、ここは行けませんね。じゃあさ、この靴クリームは倒さないで置いてみようか。そしたら上に来てくれるんじゃない？でももう分かっちまったよ。ここにジャンプすれば問題ないんだ。そしてこの靴履いていこうじゃないか。危ないね。ここはヒップドロ、わかった。ここヒップドロップしたらさ、これ壊れるよね。壊し続けたらゴールがあるんでねえの。さあ行こうぜ、ゴールのもとに。学習能力ねえのか俺は。このオンオフもさ、していったらまたオンオフが変わりそうで怖いんだよな。いや、一旦ダッシュして行ってみようか。いけたねー。ゴールは近いんだねえの。ゴールっぽくないけど、この上の土管入れませんよ。助かった。今さ、右行ったらヒントみたいなの書いちゃったやん。それの意味が全然わかんないんだよね。オンってなんだろうな。上の土管は入れない。下行っても多分ダメでしょ。あ、勝手にオンになった。で、この状態で上戻れねえわ。え、ここどういう意味なんだろうね。分かったかもしんねえ。今のヒント的にこのオンオフをしないでこの下に行くじゃん。そしたらね、戻れるんだよね。あ、靴は、うわ、靴いらねえや、どうしよう。まあいいか。ちょっと失敗して脱いでしまったけど、このまま一旦行ってみます。そしたらなんか変わってるんじゃない。多分この先なんか変わってないと僕はもう分かりません。やっぱりね、先のはやる。ベンターテピオキングだよ。お前が犯人だ。
どうせ靴を履いてきちゃってもここで脱がなきゃいけないんだね。でこの扉から出た瞬間右ダッシュ、それでブンブンをかわす。オッケーオッケー。そしてこのドアに入っていけっちゅうことなんじゃない。ドアじゃない、土管ね。いやマジでもうそろそろゴールがあってもいいと思うんだけどな。ここサムネの場所じゃん。これ何をイメージしてるんだろうな、あの目って。じゃあここで僕はもうラビソパックしてるの。一番下まで行く。そしたら右ダッシュ、そしてブラパを避ける。であの石字は何、この石字は何か特に意味はな。うーわ、これ全部隠しブロックあるパターンなんじゃないの。あ、こっちないで、ね、ってことは上から行ける。あ、上から行けるじゃん。うわ、これはないで、ね、これはないで、ね、ってことはこっからジャンプしてあの土管の方まで行くんだ。このロスの意味は何だったんだろうな。まあいいや、進ませてもらえるもん進ませてもらおうと思ったけど、これは上と下どっちだい。うわー、下、絶対に下。これ上は話当たるもんな。だからこっちが正解だ。やっぱ橋うますぎで、うわ、これ飛ばなくちゃいけない。走ったまま飛んでこいみたいな。そんなわけないよ、このまま進ませてもらおうじゃないか。はい、壊して壊して、何体出てんだよ。このバネだけ叩けばいいんじゃない。あー、なるほどね。ていうかあんな感じで消えんだ、グッパクラウンって。うわ、これどうする。ブロックを壊した瞬間すぐ左ダッシュ、絶対これで間違いないよ。さあそろそろゴール来た。右ダッシュ、右ダッシュ、なんでよなんですり抜けんのよ、おかしいって。しゃがんでおけばゴールできたみたいな、まあ書いてあるね、そんなことを。わかるかってんだ。中間ポイント戻しだけはやめてくれよ。これは何、かいかい、こっちは。なんか今書いてたね。なんだろうこれ、やられるやられる。ダマダマじゃねえんだよ。新耐久かい、新耐久だったら嬉しいけど。やったー。焦った、中間ポイントあったからさ、チェックポイント1戻して余ったぜ。さあこっから下を進化したらゴールできるっていうことでしょ、頼む。やったいやこのコースめっちゃ古いんだけどマジで楽しかったね。こんな面白いコースがまだまだ埋まってんのかと思ったら探し合いがありますよ。最高のコースありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、特殊なギコギコ、スペシャルスクイークって読むのかな。説明文にリズムが大事って書いてるんですよ。でこれはね、オンオフをした瞬間マリオが挟まれるんだけど、その瞬間にジャンプしたらどんどん上に進むことができるんだよね。それをパックンを避けながらリズムよく上がっていけっていうコースなんじゃないかな。いや絶対これやばいと思うね、まだ誰もクリアしてないし。それじゃあやっていこうか、クリア率は 0% ってことで、このコースクリアしたらチャンネル登録と高評価してもらっていいっすか。あざと。まあ難しかったのでいいよね。簡単だったらまあそこまでする必要ないかなと思うじゃん。あ、速攻で中間ポイントもらえるんだ。だからこのオンオフをしながら上がっていけっていう感じなんだけど、いやこれちょっと難くないですか。オンオフした瞬間にどのタイミングで左スティックを押したり右スティックを押したりするかまだ分かってないのよ。このオンオフをした瞬間左スティックしてみようか。そうだよな、スイッチを押す前から左を失敗してたら左行くもんな。だから最初は右を失敗で、オンオフした瞬間に左みたいな、これを繰り返していけとか無理。まだ行き方が分かってないから難しいだけだと思うんだよな。それさえ分かっちまえばあとはリズムの問題だよ。ここは右を失敗でいい、そしてオンオフするでしょ、でした瞬間左。攻略を見つけたぞ。これね、オンオフすると同時に次にあるオンオフの反対方向のスティックを倒しとかないけん。ってことは最初のオンオフをしたら次右にあるじゃん。だから次は左右左右左右ってどんどんスティックを倒していくみたいな。説明下手やったらごめん。でもね、このコースあんまり喋りながらするようなコースじゃないかもしんない。だってリズムよくって書いてたからさ、これリズム意外といけてんな。多分ね、体が勝手にリズム取ってる。右なんて書いてた、今なんか右なんか書いてたよね、あれがすげえ気になる。でもこのままもう上に行っちゃって行っちゃって、あはははなんだよ最後、それは異形だって。あんなもう最後普通に床だけでいいじゃんか。そもそもよ、さっきのがもう一回できるかっていう話なんですよ。意外意外といけるな、こういう系も結構得意かもしんない。で右なんて書いてた、バーサスみたいな書いてなかった、誰と。制作者の僕がバーサスみたいな。じゃあここは最後右でいいでしょうね。やっはっはっ、これめちゃめちゃ気持ちいいね。さすがに初心者向きじゃないかもしれないけど、ほんと楽しいんでぜひやってみてください。どうもご視聴ありがとうございました。